どうもお疲れ様です。まあ、一人会社一人社長。まあ、私には合ってたかなと思いますよね。まあ、組織、徒党を組むのも気分が悪くはなかったんですけどね。やっぱこう、面倒を見てあげないといけない。まさに面倒くさいわけなんですよ。一時期なんですけどもね、人の面倒を見ていい気持ちになっていたのはあります。それがいわゆる包容力というものかもしれませんけども。でも包容力なんてのはね、家族がいればそこに発揮すれば十分で、家族以外の他者に対しての包容力ってのは、まあその次なのかなと思います。まあそういう意味でもね、速稼塾の塾生さんとか、その視聴者さんっていうのは家族のように思ってるわけなんですよね。まあなんか精神的な家族といいますかね。まあ自分のこういった発信を受け止めてくださってる方とか、まあそういった思いはありますね。で、お互いに依存しない関係だけども持ちつ持たれつというね、まあ、このせめぎ合いといいますか、だから吉谷さんとプロジェクトを組んだ時って何の約束もしてないんですよね。でも約束は守られるんですよ。まあ、この関係がいいんじゃないかなと。つまり信用できないから婚姻届も出すし契約書も交わすんですよ。それこそ入金も曖昧みたいなね、まあ、そんな関係がいいのかなと思います。ちなみに今日ね、塾生さんからね、ちょっと高めのココナッツオイルを買ったんですけども、まだ支払いしてないのと、支払いのなんか場所とか金額とかも教えてもらってないんですよ。多分3万円ぐらいするやつなんですけどね。まあこのぐらいの柔らかさでいいんじゃないですか。まあ久保さんは別に支払いとぼけたりしないだろうとかね、支払いに困ったりしないだろうみたいな塩梅が、まあ測れていて、だからビジネスも持っていきやすいし、ちゃんと断ってももらえるし、でも可能性があると思ったら、結果に、ごねることなくちゃんと受け入れてくれるみたいなね、で良好な関係が取れるんじゃないかなと思いますね。まあね、一人でやるといろいろ見えてきますよ。よくね、なんかこう友達がいないことを嘆く人もいますけども、どうなんですかね、友達ね。まあ曖昧な関係ですよね、結構ね。いってらっしゃい。